今日の歯歌は柿送るです。昔の茶屋っていうのは友情屋さんも兼ねていました。神奈川宿のお茶屋さんで働く女性が江戸に残した夫を慕う心を歌って旦那さんに売られてきたんでしょうね。なんでな、仕事に失敗したのかな、病気なのかな。書き送る、海もしどなき、自分字が下手だとか文章が下手だとか言うんですけど、金書きのね、私のこと、妻を恋しと、しとって暮らしてほしいっていう気持ちを最後に付け加えております。では。Oh yeah.